俺はロバート・キャパに写真の神様になる男なのだ。よし、朝の出かけるぞ。え、ジム行くぞ。ジム、もうできたも同じ。じゃあ一気に書いてしまった方がいいんじゃないんですか。おい、あれはああしてこうしてこう書けば俺の頭の中でももう完成してるの。それを言ってからいつも1ヶ月はかかりますよ。あ、そのこといつも忘れ、思い出すの1ヶ月後だ。この男の左足を折っといちゃかわいそうですよ。スパゲティですよ。作り話だぞ。人形の髪の毛だって伸びるんですよ。それが作り話だろ。俺は最近作り話が嫌いなの。今俺が打ち込んでるのはノンフィクション演劇なんだよ。何ですかそれ。実際に起きた出来事だけで物語が紡ぎ出されていくんだ。だから机の前にしがみついてるだけじゃダメなんだ。街へ出るんだ。仕事を捨てて。街を捨てて仕事をしてください。まあ演出助手だろう。それとも敵の回し者か。何ですか。敵か。行くぞ。またわけのわからないことを。その頃私は体を鍛えることに向きになっていた。ご存知の方もございましょうが、俺とだって2週間駆け終わったらまたすぐに役者ですもんね。うん、駆けようよな。あのカメラマンの左足は治るんですか。誰、今描いてる芝居の。あ、どうしよう。まだ決めてないんですか。まあ、生かすも殺すも俺の腕次第ってとこだよね。あの芝居、ノンフィクション演劇だから事実に基づいてるんじゃないんですか。あのカメラマン、一ノ瀬って言うんだけど、名前から一回止めたんだ。え、じゃあ左足がスパゲティになってるかどうかなんて分からないじゃないですか。ブリュッセル公園の下見に行った時、パスタ食ったんだ、劇場の外で。トマトソースの、その時思いついたんだ。スパゲティみたいにブニャブニャった左足。まだやってるんですか。今から中央にある400mトラックを開放します。あ、俺ちょっと走ってくる。それ休みます。今日体がすごい調子いいんだ。あんまり寝てないんですから、ちょっとセーブをした方が。随分長く走ってきましたね。ついでにプールで泳いできた。じゃあ少し休みましょう。佐々木さんですか。はい。いつもすごいですよね。飛んだり跳ねたり。あ、どうも。普段から鍛えてらっしゃるんですか。ええ、まあ。舞台で怪我とかなさらないんですか。いや、今年はガタが来ちゃって、いろいろ。他にもあります。いらない。大怪我すると、お芝居って途中で止まっちゃうんですか。いや、役者の佐賀が辞めさせないんです。役者の佐賀。佐賀の役者じゃないですよ。舞台上で5メートルの高さから落ちて腎臓パーンって破裂した時も、役者の佐賀が猫みたいに立ち上がらせるんですよ。やっと終わって楽屋に来た客が、毎日あの高さから落ちるの大変でしょうって、こっちは腎臓痛くて早く帰ってくる、病院行きたいよって、油汗流してんのに帰らないんだ。またそういう時に限ってさ、茶とかすすりやがって。客なんてしまいには役者が目の前で本当に死ぬのを見たいんじゃないかな。あ、疲れた。ゲロ吐きそう。朝の。そうですよ、別に見てるわけじゃないんですから。これからスタジオ C でリズム体操が始まります。そして運命のリズム体操が始まった。あれ？何です？右目が見えなくな。コンタクト落としたんですか？いや、そういうんじゃないの。冗談じゃなくて？ちょっとそこで座って休んでたら戻ります。どうもお疲れ様でした。浅野、俺直樹しないんだけど。どういうことですか？俺もなんだかわかんないんだけど。本当にコンタクトじゃないんですか。なんかこうしててもダメな気がする。病院行きますか。すぐそこだしな。歩けますか。うん。